マスオ TV でーす。はい、皆さん、昨日ですね、ノロウイルスを発症しましたというね、動画を上げさせていただいたんですが、本当にね、心配してくださる皆さん、本当にありがとうございました。もうたくさんね、コメントでもツイッターでもいただきまして、むしろご心配をおかけしてしまってすいませんでしたっていう感じです。まあ見ていただいてもわかる通り、かなり良くなりました。もうね、吐き気もだいたい1日で収まりましたし、ただまだもう少しだけお腹下してるのが、まだ少しあるかなぐらいで、そんなにね、もう辛い感じではないです。はい。で、今日はね、こんな状態で何をするのかと言いますと、ね、おかゆ、卵がゆっていうのを作ってみたいと思います。やっぱりさ、こう、こんだけ体の中がさ、ギュルギュルな状態だとさ、何から食べていいのかなって考えた時に、やっぱりおかゆかなと思って。はい。で、作っていくんですけど、今回はですね、クックパッドで大人気な、こうね、おかゆの作り方っていうのがあるんですけど、それをちょっとね、僕なりにアレンジして、今回は作ってみたいと思います。というかね、僕が普段から作ってる、そういうおかゆとかなり似てたんで、一応ね、そのね、URL 貼っとくんで、もし気になる方は見てください。では、おかゆ作り。スタート!はい。では実際に作っていきます。まずはこちら、お米をね、まあこういう風な感じで鍋に入れていきます。ちょっと多かったかな。まあこんぐらい入れまして、ここにお水を入れます。カップ一杯ぐらい?このぐらいでいいかな。まあここら辺は自分の目安でちょっとやってみてください。よし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 。ということで、かなり煮立ってきたので、ここにまずは出汁を少し入れるのと、こちら味噌を少量入れていきましょう。こんぐらい。よし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 。ここに卵を投入します。ドーン。はい、で、これで混ぜる。ほら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 。ふぅ、うまそう。で、ここはね、僕のアレンジなんですけど、僕はね、これに醤油を少し入れます。卵かけご飯みたいにしたいんで。で、少し入れて、これで混ぜる。まあ、クックパッドと違う要素としてね、醤油を入れることですかね。で、ここに体調に合わせて、ネギとかシラスを入れたり、かつお節を入れたりするんですが、今回はね、僕はね、できるだけお腹に優しいおかゆにしたかったんで、こちらで完成にしたいと思いまーす。完成。おお、綺麗だね、おかゆってね。こんぐらい食べれば十分かな。よし、ちょっと食べ過ぎかもしれないけど、綺麗。完成でーす。はい、ということで完成したこちら卵がゆいただきたいと思います。2日ぶりの食事です。ただあれだけさ、胃がギルギルになった後だから、こう食べるのが怖いですね。またなったらどうしようっていう怖さもあるんですけど、まあ栄養はね、取らないとかなと思っていただきます。おいしい。もう少しお醤油入れてもいいかもしれないな。あー、でも優しい。あー、すごいね、あったまるね。あったまるね、体が。そしてこの優しさ、自分で作っといて優しさっていうのもあれやけど、体に染みてくる感じがする。もうずーっとポカリとこの経口補水液しかずーっと食べてなかったから、優しいな。やっぱこうさ、体調悪くなるとさ、ご飯をちゃんと食べられるありがたみって実感するよね。元気だと気づかないんだけどね。美味しい。はい、ということで今回はですね、体調を崩した時にとってもおすすめな卵がゆをね、作ってみました。ぜひね、本当はね、体調なんて崩さない方がいいのは決まってるんですが、もしね、体調を崩しちゃって治りかけの時に何食べようかな、胃に優しいもの食べたいなっていう時にね、ぜひ参考にして作ってもらえたらなと思います。はい、まあ、だいぶ治ってきたんで、まあ明日にはかなり元気になってんじゃないかなと
思います。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ご心配おかけしてすみませんでした。心配してくださる皆さんありがとうございました。はい、以上マスオ TV でした。バイバーイ。チャンネル登録高評価よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。